会場を最も沸かせたのはこの人、2大会連続オリンピック金メダリスト、羽生結弦選手です。なんか静岡に今回来た時に、あ、4年ぶりだなっていうのは自分でもすごく思っていて、まあ、今回はやはり自分の中でメダル取れなかったなとか、ちょっと悔いが残るものは悔いが残ってるんですけれども、自分自身この4年間でたくさん進化できていると思うので、また皆さんの前で滑るのを非常に楽しみにしていました。羽生選手は宮川くんこと宮川大聖さんの生歌に合わせてリンクを舞いました。アーティストの方々の、生の音だったり生の声だったり、そういったものと一緒に滑ることによって、本当なんか化学反応的な、もう本当に相乗効果で何倍にも何乗にもなっていくような魅力があるショーだと思います。明日明後日も開催されるファンタジーオンアイス in 静岡、チケットはすでに完売しています。